岸君おめでとうの極みです。神宮寺雄太の言葉に込められた愛情。W. ゆーの絆に涙。岸君おめでとうの極みです。に込められた深い友情とは。神宮寺雄太さんから岸優太さんへの誕生日のメッセージは、ただの言葉のやりとり以上の意味を持っています。岸君おめでとうの極みです。という一言に込められた思いは、2人の友情の深さを象徴しているように感じられます。 この短いフレーズの中には、長い年月を共に過ごしてきた2人の絆や、ファンからも見えるお互いへのリスペクト、そしてその裏にある親しみがあふれています。岸さんは、このメッセージに感動し、ありがとうの極みですとインスタグラムに投稿し、感謝の気持ちを素直に表現しました。2人のやり取りはまるで兄弟のようであり、また同時にそれ以上の信頼関係を感じさせるものです。これを見たファンたちもまた、 二人の関係に心を動かされ、SNS 上で彼らへの愛情を綴る場面が数多く見受けられました。神宮寺さんと岸さんの間にあるこの特別な関係は、単なる同じグループのメンバーという枠を超えているように見えます。長い時間をかけて築かれてきた友情は、ただの表面的なものではなく、深い信頼と理解が根底にあることが感じ取れます。こうした絆は、二人が互いに励まし合い、 支え合っててきたた結果としし生まれたものでしょうそしてその絆はファンにも強く共有されており彼らの温かい交流はファンにとっても幸せな瞬間を与えていますこのエピソードはただの誕生日のメッセージの交換として見ることもできますが実際にはその背後にある感情や歴史が大きな影響を与えています岸さんが3歳年上であることから兄のような存在として神宮寺さんを見守り続けてきたことがうかがえます また、神宮寺さんは年下ながらも、常に岸さんを尊敬し、感謝の気持ちを持ち続けていることが、こうしたメッセージからも感じられます。二人の関係は年齢差を感じさせないほどに対等で、相手への敬意を忘れない姿勢が、このような自然なやりとりにも現れています。ファンたちが、W ユータと呼ぶこの二人の関係性は、特にファンにとっては非常に重要なものであり、 彼らの仲の良さはグループ全体の雰囲気をも明るくする要素となっています。W ユータのやりとりが公にされるたびに、ファンは喜び、SNS 上でそれをシェアし、二人の関係を祝福します。その反響は常に大きく、彼らの友情はグループ全体のファン文化に深く根付いています。このような誕生日のメッセージを通じて、二人のファンは、ただの表面的なやりとりではなく、 長いい時間をををかかけて気づかれた深い友情を再確認し、喜びを感じるることができるのできのす。ファンの間では、嬉しいの極みという表現が広く使われており、これは神宮寺さんの極みという言葉から派生したもので、2人の関係がファンに与える感動や喜びを表現するための言葉として定着しています。この極みという言葉には、ただの祝福や感謝だけでなく、 二人が共有する特別な感情や関係性が凝縮されているように感じられます。ファンの中には、神宮寺さんの言葉選びやそのユニークな表現に注目する人も多くいます。例えば、びっくりマークの使い方や、文字の配置にまでこだわる神宮寺さんのスタイルは、彼の性格を象徴するかのようであり、ファンにとっても親しみのあるものです。そのような細かい部分まで気を配る神宮寺さんの姿勢は、 岸さんに対するリスペクトや、誕生日日という特別な日のためめに少ししでもも喜ばせせたいといいいとう思いが込められれているのかもしれままん。また、こうした SNS 上でのやり取りは、単なる友人同士のメッセージ交換以上の意味を持っています。ファンにとっては、二人がどのようにして日々の生活や感情を共有しているのかを垣間見ることができる貴重な機会であり、その一つ一つの言葉や表現が、彼らの深い関係を示すものとして受け取られます。 特に、グループの一員として長い時間を共に過ごしてきた二人にとって、こうしたやりとりは、ファンが感じる以上に重要な意味を持っているはずです。日常の些細なやりとりが、彼らにとっては励ましや感謝の表現であり、それがファンに共有されることで、二人の関係性はさらに強固なものとなっていくのです。神宮寺さんが、極みという言葉を使ったことにより、ファンの間ではその言葉が流行し、 岸さんへの祝福メッセージにも同じ表現が使われるようになりました。これは彼らの関係がファンにとっても特別なものであり、その影響力がどれほど大きいかを示す一例です。ファンたちは、ただ2人のやり取りを見るだけでなく、自分たちもその一部であるかのように感じ、同じ言葉や表現を使うことで、彼らとの一体感を楽しんでいます。このような現象は、SNS の普及によってより強くなってきたものであり、 ファンとアイドルとの距離感が縮まった結果とも言えるでしょう。かつてはテレビやコンサートでしか見ることができなかったアイドルの姿が、今では SNS を通じて日常的に見ることができるようになり、ファンとの距離がより近く感じられるようになりました。それにより、ファンはアイドルの日常の一部を共有し、彼らの感情や関係性に深く共感することができるのです。特に、 W.U. タのような特別な関係性を持つ二人のやりとりは、ファンにとって非常に貴重なものであり、その瞬間を共有することで、彼らの友情をより強く感じることができます。このように、岸さんと神宮寺さんの関係は、ファンにとっても特別なものであり、彼らのやりとりを見るたびに、ファンはその絆の深さを再確認し、さらに応援したいという気持ちが強くなります。そして、 その応援がまた2人にとっても大きな励みとなり、さらなる成長や飛躍につながっていくのです。この循環が、アイドルとファンとの間で築かれる一体感を生み出し、彼らの関係性をより深めていく要素となっています。ファンたちは、ただ見守るだけでなく、こうしたやり取りに自分自身も参加しているかのような感覚を楽しんでいます。そして、その一体感が、彼らの応援のモチベーションとなり、 ままますすす強く彼らを支える力となっていますファンにとって、W ユータの関係は、ただのアイドルとファンの枠を超えたものであり、その温かい絆が彼らの心を癒し、喜びをもたらす存在であることは間違いありません。岸ユータさんと神宮寺ユータさんの友情は、グループ内での特別な位置を占めており、W ユータと呼ばれる彼らの関係は、ファンにとって単なるアイドル活動の一部を超えた重要な存在です。 二人の交流は、ファンに深い感動を与え、彼らの成長や変化を見守ることが、まるで自分たちの生活にも影響を与えるかのような共感を生んでいます。彼らが公開するメッセージやストーリーの一つ一つにファンは敏感に反応し、その裏に隠された意味や感情を感じ取ろうとします。特に、神宮寺さんの、極みという表現は、その独特なユーモアや感性がファンの心に響き、瞬く間に広がりました。 ファンたちはその言葉を自分たちの感情表現としても取り入れ、二人のやり取りを祝福する際に使うことで、彼らとの一体感をさらに深めています。SNS の時代において、アイドルとファンの関係はこれまで以上にインタラクティブなものとなり、直接的なやり取りが可能になったことがファンの熱量をさらに高めています。例えば、岸さんの誕生日に送られた神宮寺さんのメッセージが公開されたことで、瞬時にファンの間で話題となり、 W ユータの再登場を祝う声が一斉に広がりました。ファンはこの瞬間を SNS 上でシェアし合い、二人の関係性を再確認することで、自分たちもその絆の一部であるかのような感覚を味わっています。このようなファンとの相互作用は、単にアイドルを応援するだけでなく、彼らの成長や関係の進展を一緒に体験する楽しみを提供しています。また、神宮寺さんのメッセージには、 細部にまでこだわりが見られます。彼の言葉選びや文章の配置には、どこか特有のリズム感があり、それが彼の個性を際立たせています。ファンはそうした細かい部分にも注目し、神宮寺さんの思いを読み取ろうとします。騎士さんへのお祝いのメッセージでさえ、ただの定型文ではなく、彼自身のユニークな表現で彩られており、それがファンにとっては大きな喜びとなります。こうした細やかな気配りが、 神宮寺さんの人柄をさらに引き立て、岸さんとの特別な関係を強く感じさせるのです。